平成30年新しい年号になる前の年の12月11日のことじゃった。東京の都は大田区中央1-1-1というところに聖なるアホバティという男がおったのじゃ。うわあ、何ですか、何ですか、何ですか、あなた、ちょっと、何ですか、ちょっと、何ですかこれ、誰ですか、誰ですか、ちょっと、誰なんですか、何ですかあなた、あれ、これ僕もしかして捕まってる。あなたは地球人。はい、地球人よ。はい、地球人のあの川端陽介です。ここいや、ここってここですよね。え、今触ってますけど、僕触ってます、触ってます、触ってます、これ。え、地球人。はいはい、地球人よ。地球人です、地球人です、地球人ですよ。ここ、あ、ここって言ってる、ここですよね。え、見えてますよ、結構見えてます、ちゃんとちゃんと見えてます。はい、地球人。え、なんですか、地球人です、地球人です、僕は地球人です。はい、ここ、いや、ここです、知ってます。だから、どこ、え、どこ、ここ、どこ、ここは地球人、ここ、どこ、え、ここどこって思って、地球って言ってるじゃないですか、ここ地球ですって、地球です、地球、地球です、東京です。何ですか、東京です、東京ですって、東京。ここ、元気堂。あ、元気堂です、元気堂です、ここ元気堂です。元気堂、元気堂です、ここ元気堂です、そうです、ここ、ここ元気堂です。元気堂、元気堂です、はい、そうです、ここ元気堂です。元気堂、そうです、元気堂です、ここ元気堂です。お、お、お、ここ、ここ、ここ、元気堂。いや、何ですかこの陽気な音楽。ここ、ここ、ここ、元気堂。あ、元気堂です、ここで元気堂です。ここ、ここ、ここ、元気堂。ここ、元気堂です。すごい陽気な感じ。ここ、ここ、ここ、元気堂。元気堂なんです、ここは。皆さん、ここ、ここ、ここ、元気堂。元気堂、じゃあみんなで一緒によかったら。ここ、ここ、ここ、元気堂。ありがとうございます。はいはいはい、ここ、ここ、ここ、元気堂。わ、嬉しい、元気堂すげー褒めてくれる。僕の大盛り上がりしてるんです。宇宙人。
です、いきますよ。ここ